セーブポイントですし、少しお休みしませんか？妄想宮に入るなら、僕もお供。セーブポイントです。記録は大事ですよ。なんかここ遊園地みたいだな。ガキのおもりにはうってつけだな。だから俺はガキじゃ。ムキになんなよ。なればなるほど飢餓測指数が上がる。なんだよ飢餓測指数って。んなもんねえよ。んだよ。お前の方こそ元カノのこと思い出してんじゃねえのか。あ、元カノ。遊園地はデートスポットだろ。お前元カノを探してたんじゃないのか。ああ、マリのことか。あの時のぬくもりは確かに本物だったんだけどな。え、なんだ急にどうしたんだよ。なんでもねえよ。大人の独り言だ。それとも大人の恋愛に興味津々か。これだから思春期のマセガキは。だあ、ほら先を急ぐぞ。発見です。こっそり進みますか。敵です。戦いますか。あ、敵は3体です。先生だけど気をつけて。そこだ。僕だって皆さんの仲間なんです。2人は2体。もう一度頑張りですよ。そこだ。もう一度頑張りです。進むのでしたら気をつけてください。
がいます。どうしましょう。て、敵です。戦いますか。宝箱がありそうです。中身は何だろう。へい。あちらは3体ですね。俺大丈夫。大丈夫です。くらえ。やっ、終わらせ。もらえ。やった。こんな僕でも少しは楽に勝ちるかな。へい。くらえ。たまれ。やっ、頑張ってください。次はどういった。宝箱がありそうです。中身は何だろう。あちらは3体ですね。いいぜ、やってやる。きっと大丈夫です。笑って、皆さん、僕も頑張ってみます。そこだ。それだと、1体だけは。僕は頑張ってみます。これで最後ですね。こんな僕でも。て、敵です。戦いますか。よ、4体います。だ、大丈夫でしょうか。敵が4体出現。僕は応援してますね。くらえ。やっ、ぶっ、行くぞ。行くぞ。行くぞ。倒せるみたいですよ。ほら、くらえ。まだまだ敵がいます。気をつけてください。ヤマトさん、体力が回復してください。余裕だって。ほら、くらえ。くらえ。レイジさん、激派です。くらえ。邪魔なのは有効だよ。実力だ。おら。敵は3体います。俺一人で十分。勝てるかな。はい。フロントフリップ。どうだよ。フロントフリップ。フロントフリップ。倒した。フロントフリップ。最後の敵になりました。あげてくれ。楽になったら。くらえ。て、敵です。3体も。ご、いいぜ、ごめんなさい。やってやる。やっ、ほら。そうだよ。くらえ。やっ、終わらせ。くらえ。この扉から進む。おいガキ、疲れたろ。そろそろ休憩しとくか。休みたいのはそっちだろなあ、おっさん。こう見えてもまだ20代だ。おっさんじゃねえよ。呼び名に困ってんならレイジさんでいい。うるせえよレイジ。レイジさん、そこまでが名前だ。ちゃんと覚えろよハマト。は？ハマトって誰だよ。あれ違ったか。じゃあヤマギ。
サバト、お前わざとだろ。でだ、本当に休まなくていいのか。ああ、このくらいなら余裕だ。それに俺はまだまだ10代だからな。自己申告どう思う。は、まだまだガキってことだろ。ちげえよ。若いって羨ましいね。じゃあ俺は若くないから休むわ。適当に解決してこいよ。よろしくな。は？なんだよそれ。冗談が通じねえな。ほらさっさと行くぞ、ヤマト。あ、おお。いろいろと売ってますね。何か買っていきますか。
敵がいます。どうしましょう。敵です。あれ？この扉からさっき入ってきましたよ。
誰もいねえぞ。ハズレだったか。大当たりですよ。出やがったな。おめでとうございます。あなたたちは大当たりを引き当てました。ああ、これは現実？妄想？現実？妄想？現実？妄想？現実です。さあ、大人2名、特別に夢より素敵な妄想へご案内いたしましょう。誰が行くかよ。おやおや、失礼いたしました。大人1名、子供1名のご案内でしたね。なんだと？そのチケットいくらなんだ？なんとなんとなんと、今なら無料ですよ。大当たりですからね。あなたお好きでしょ？1円もかからないんですよ。0円でのご案内なんです。知ったような口聞いてんじゃねえよ。せっかくの大当たりだっていうのに辞退なさるんですか？もったいない。じゃあ言ってやろうか、その夢より素敵な妄想ってやつに。おい、よせ。すぐ帰ってきてやるよ。おや、あなたは何を言ってるんです？そんなの片道切符に決まってるじゃないですか。だと？からかわれてんじゃねえよ。何をそんなに怒っているんです？こんなの言葉遊びに決まってるじゃないですか。遊びだと？そう、妄想は人間にのみ与えられた娯楽、最高のエンターテイメントなんです。お金がかからない、場所も選ばない、これ以上の娯楽他にありはしませんよ。あなた大好きでしたよね。白紙のノートに自分だけの物語を綴るのが、そんなあなたにぴったりじゃないですか。ぴったりですよね。そうですよね。ねえ。なんですそれを。そこのあなたも遊びは大好きでしょ？大好きですよね。そうですよね。ねえ。だと？だってだってだって、ずっとかくれんぼしてるじゃないですか。探し物見つかりましたか？それとも見つける気がないんですか？いつまで鬼でいるつもりですか？かくれんぼですよ、鬼ごっこじゃないんですよ。ふざけやがって。それでは少し私と遊んでいただきましょうか。ええ、大丈夫、お代は結構ですよ。誰が払うかよ。だったら俺が払ってやるよ。釣りはいらねえ、とりあえず殴らせろ。敵は一体です。いいぜ、ショータイム。クラエッジャン、コスミックサーブ、フロントブレーク、ショータイム。コスミックサーブ。
やったか自分の目で確かめろよ。誠に残念ながら閉園のお時間になってしまったようです。非常に心苦しいですが、本当に本当に本当にお別れのお時間のようです。せっかくの大当たりでしたのに、なんと残念なことでしょう。悲しいことでしょう。ですから最後は素敵なショーでお別れとしましょうか。
どこ行きやがった。気を抜くなよ。どこから襲ってくるか分かんねえぞ。分かってるよ。どっから来ても俺がぶっ倒してやる。来たか。誰、誰かそこにいるの？え、そこね。そこの二人、抵抗はやめておとなしくしなさい。抵抗なんざしねえよ。え、そんな嘘。よう、久しぶりだな、レイジ。ね、レイジなの？おい、誰だよこいつ。彼女の名前は東条マリ。その名前、まさか。ああ、俺の探し人だ。ああ、俺だけ一人じゃん。たく意味わかんねえよ。オイラがいるっち。ああ、忘れてた。じちだってピン君戦わないじゃん。オイラは気持ちで戦ってるっち。あと、可愛いっち。じゃあ戦力外通告。じち冗談だよ。ピン君がいるだけでも心強いって。嘘だけど。ちち嘘じゃないよ。どうしたっち。ちょっとだけさ、不安だったんだ。いつもは誰かと一緒だったから。だけどおかげさまで気が紛れたよ。ピン君ありがとな。意味わかんねえち。じゃあそろそろ行くか。みんなに負けないよう頑張らないとな。セーブポイントっち、忘れずにしとけっち。なんかちょっと可愛い妄想球だな。オイラの方が可愛いっち。勝って嬉しいか。嬉しいっち。意地張んなって。そんな顔で先に会うつもりか。先に会いたいっち。俺もだよピン君。だから一緒に先たちを助け出そうな。もちろんっち。あいつには聞きたいことが山ほどあるんだ。敵がいる。敵は2体っち。勝敗は決してるっち。飛ばせつ。まだまだこれでも。これでも。やっ。50分ぶっ飛べ。やっ。仕事したっち。もっと頑張れっち。本気だ。敵残り1体っち。袋叩きにするっち。これでも、はっ、いや、ならば、これでも、はっ、はっ、いや、これでも、じゃあ、はっ、楽勝、ならば、どうしたっち？ 2 体しか倒してない。お宝の匂いがするっち。さっさと探せっち。はっ。敵を3体発見っち。先手のチャンスっち。いや、ならば、終わりだ。いや、はっ、はっ、はっ。はっ、いや、まともだ。いや、はっ、やだろ。あと1体撃破し、やればできるっち。いや、ふっ、あと2体、踏ん張りどころっち。ふっ、イマジンモード、発動できるっち。次、あと1体っち、さっさと終わらせろっち。よそ見してるし。戦ってこいよ。まだまだ。いや、ま
昇楽勝止めもっと頑張れっち変更昇あと2回っち踏ん張りどころっちまだまだこれでもあったあんたどうしたっち変化したから落ちてない終わりだ残り1回っち袋叩きにするっちやればできるんだを発見地逃げるなら今っち扉を発見地ノックはっ敵は2対1勝敗は決してるしこれでもさっぶっ飛べぶっ飛べこれで頭だやるだろ敵が倒したっち？はっ！倒したっち？敵、あと1対1さっさと終わらせろっち！よっしゃー！敵が溜まってるっち！イマジンモード発動っち！まだまだ！お宝の匂いがするっち！さっさと探せっち！敵がいるっち！どうする？敵は2対1勝敗は決してるっち仲間だいや仲間だいや勝ったふっかー復活うわまだだうわ復活うわまだだ炎放症仲間だいややっぱ一人だと結構きついな無理は禁物っちちょっとは休めっちお、
珍しいな。いつもだったらニートはもっと働けっちとか言うくせに。おいらだって鬼じゃないっち。朝日が必死なのおいらだって分かってるっち。そっか。じゃあお言葉に甘えて少しだけ休もうか。冷たいものでも飲むっち。大丈夫だよ。でもさ、今さら実感したよ。何がっち？今までやってこれたのはみんながいたからなんだなって。ニートだから仲間が珍しかったっち？そんなことないって。中学に高校、大学にだってそれなりに友達はいたんだ。ニートのくせにリア充っち。その頃はニートじゃないっつの。ま、結局いつも一緒にいたのは一人だけだったけどな。それって瑞希のことっち？あ、そうだよ。あいつとはいつも一緒だったんだ。もう一緒にはいられないっち。それは僕たちはもう今までの関係ではいられないんだ。だからさよならをしよう。わからない。朝日、誰かこっちに来るっち。管理局の奴らか。朝日、逃げるっち。ああ、逃げよう。待てっち、出口は反対だっち。いいんだよ、これで。俺だってみんなに負けてらんないからな。